黒コーヒーさんからです。力士さん、上司の皆さん、こんにちは。こんにちは。ここのところ気になっていることがあります。最近お菓子のパッケージに実写のアイドルの方の写真が印刷されていることが増えたように感じます。うん、実写の人間が印刷されたパッケージに抵抗を覚えるのは私だけでしょうか。なんだかうっとなってしまうのです。ディスプレイを兼ねた20個入りとかの外箱ならばそんなことはないのですが、私がそのアイドルをのことをほとんど知らないためかとも思いましたが、私が20年以上追い続けている実写の推しに置き換えて考えてみても結果は同じなのです。もし実際に採用されることがあれば、推しのパッケージだから、推しに宣伝効果があることを証明したいからという半ば義務感のようなもので手に取るんだと思います。でも内心はきっとうーんです。なお、人間だからダメなのかと他の生き物の実写パッケージを考えましたが、ペットフードか原材料表示でしかありませんでした。あ、ワンちゃんとかね、エビとかね。つきましては、力士さんとラジオをお聞きの皆様の、実写の人間が印刷されたお菓子のパッケージに対する感想を伺いたく存じます。また割と当たり前のデザインだけどなんだか手を伸ばしづらいパッケージなどあればお聞きしてみたいです。なんでしょうね、まあ結構 VTuber もさ、それこそ VTuber チップスとかね、びっくりマンコラボみたいなやつでね、パッケージにドーンと出る時もありました。俺もだいぶ前ですけど、ベビースターとかもありましてね。ただまあ VTuber はちょっとね、なんていうか半々みたいなところが多分あると思いますけれども、俺このホテル読んでて最初に思い浮かべたのはやっぱり蒙古タンメン中本ですよね。なんでなんでしょうね、ね、あのね、わからなくないんですよ。なんかお菓子のパッケージに、例えばそのね、なんか女性アイドルの10人いたらこう10通りみたいな感じでこうなっててね、別になんかまずそうに感じるとかではないんだけれども、なんだろうなって、これをピリッと開けて中のお菓子をつまむのかみたいな、なんか罪悪感とも違う、なんか違和感があるっていうのはわからなくはないです。俺そこまで抵抗はないけどね。で、考えた時になんで俺はあの蒙古タンメンの白根社長の顔を、カップに印刷されたあの顔をガッと掴んで中の麺をすすって汁まで飲み干そうとしていられるのかね。大正系のおやすさんとか、ラーメンの鬼佐野みのるさんとか、カップ麺だと何の違和感もない。多分あの、なんだろう、冷凍食品の、例えば麻婆豆腐とか、で、陳健一さん的な人とかが写真に写ってても、多分何の違和感もない。だから多分なんかこってりしたやつとか、油っ気の多いやつに、油っ気の多そうな人が写ってる分には、多分抵抗がないんだろうな、とか。だからそのちょうど中間にあるのがあの、アパ社長のカレーなんでしょうね。アパ社長の水。水はちょっとどうかな。水に実写の人が印刷されてたらちょっと抵抗あるかもしれないな。なんでなんでしょうね。自分の体に入れるものになんか他の人のがついてるっていうので、ラーメンくらいきっちりアトラクションになってればいいんだけど、だから多分ほら、誕生日ケーキとかのサプライズでさ、その祝う人の写真がもうケーキにダーンってプリントされてるようなやつもあるじゃないですか。でそれ切ってみんなで食べましたみたいな、あそこまで行くとそんなに抵抗がない。その人写真ごと食っちゃうのは抵抗がない。この境界線むずいですね。なんでなんだろうね。水って OS1 に所さん以外は多分あの抵抗あると思う。何なんでしょうね。だってビスコの坊やとかはさ、全然いいわけですよね。写実的だけど、絵なら別にいいのかなってね。コアラのマーチとかを見て、コアラのマーチのパッケージのコアラって、ちょいリアルじゃないですか。あの、お菓子自体にプリントされてるキャラコアラじゃない、若干毛の生えた、子連れのコアラじゃないですか。でもあれ見ても、なんか別に、なんか喉の奥に毛が絡まるような感覚とかないわけじゃない。全然抵抗なくビリッと破いてくれる。ビスコの坊やもいける。どこからなんだろうな。なんかチャルメラかなんかにさ、なんだっけ、あの、黒猫の女の子みたいなやつがプリントされてる時もあったよね。あれも別に大丈夫だったからな。どこからなんでしょうね。箸の存在か。手で持って飲むペットボトルの水、手でつまんで食べるっていう、そこがちょっと直接他人に触ってる感覚になるのか。ただアパカレーがなアパカレーが得意点すぎて議論が進まない。ちょっとずれるけど、あれもありません、あの殺虫剤の缶に書いてある虫のイラストのところを触らないように持つっていう、ゴキジェットのあれ書いてる語気をちょっと触りたくないからちょっと曲げて持つみたいな。あれだってもう今メーカーの方が気使ってラベル剥がして無地の缶になるようにしたりするじゃないですか。あの感じもちょっと似てんじゃないかなっていう風に思いますね。なんかね、
絵じゃんっていうね。別にプリントじゃんって、わ、いや、知ってるよ、この野郎。ただなんかちょっと嫌なんだよ、あれ。あれと近いところがあるのかな、やっぱりなんか。人の顔に、のほうずに触れることに抵抗があるのかもしれない。ただ、蒙古タンメンは平気。なんでなんだろうね。ラーメンだからかな。あれは、カップ麺はもう器として認識してるから平気なのかな。外箱なら別に問題ないんですよね。例えばそのポッキーの外箱に、ガッキーが古いね、ガッキーがプリントされててもそんなに抵抗はないのかもしれないけど、ペリペリペリってあのポッキー開けたら中にこう銀色の袋がこう2個入ってて、その2個にガッキーが乗ってたら、なんだろうこれってなる可能性はあるかもしれない。なんだろうね、そこなのかしら。今ねコメントチラッと見たらね、あの蒙古タンメンはあれはあの私が作りましたっていう野菜と同じ文脈だから平気なんじゃないかって。あーなるほどなるほどね。確かに。ステラおばさんシステム。生産者の顔ならいけるのか。生産者とかプロデューサーの顔なら。陳健一とかも同じタイプね。でもやっぱり、グリコとか、ロッテとかのさ、開発部のさ、マジのおじさんがさ、こう、乗ってても、どうなんだろうね。それはただ見慣れないだけか。まあ、たとえ古いけど、湯川専務みたいな人が、こう、スッと出てきて、私がって。ただ見慣れないだけだな。あと、アパ社長はカレー作ってねえ、多分。だからやっぱり、まずやっぱりこの投稿者の方にやっぱおすすめするのは、慣れていけば、どうにかなっていくっていう、違和感はよくわかるんだけども、だんだん平気になっていくために、まずはちょっとアパカレーを購入して、ね、家で食べてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。アパカレーね、また何があれって、普通にちょいうまいんだよね。でも気持ちはわからなくないです。